はい、シンセサイザーレシピですね。今回はですね、ちょっとリクエストをいただきまして、このマッシブでキックの音を作ってみようかなと思います。まず、ほんとデフォルトの状態ですよね。聞いてみてください。基本的に C3 の音程が鳴ってますけども、これをキックに変えてしまうといった形ですね。まず実際、波形の選択なんですけども、こちら通常サイン波を使用しますね。ちょっとこのサイン波だけでは物足りないなんていう時にトライアングルを少し混ぜるとさらに音色のバリエーションが増えますね。それではここはですね、サイン波トライアングルを選択します。そして次に重要なのがやはり音程ですよね。キックは音程が低いのでこれを下げようかなと思いつつですね、ちょっとアタック感もあると。で、アタック感っていうのはかなり高音域になりますので、こちらを適度に上げておきましょう。この状態で聞いてみますと、こんな形ですね。キックとは程遠いんですけども、これに対してエンベロープを入れます。エンベロープ1番ですね。ここで音程を下げるわけですね。そうですね。だいたい今は30半音にしておきましょう。この際ですね、面白いのがアタックが0、そしてアタックレベル0。このような形にします。そしてですね、サスティンレベル全開。そうすると、鍵盤を押されている間、マイナス30半音にとどまる。あとはディケイでですね、どのぐらいのスピードでこの30半音に到達するのかを決めます。ちょっとやってみましょう。このような形ですね。で、実際30半音でまだ足りないということはですね、もう一つのエンベロープをこちらに入れます。こちらも合わせて30半音にしてみましょうか。同じようにですね、レベル、そしてアタックを0にします。サスティンレベルも全開と。そしてディケイで、このように調整していくと。1番の方ですね。そしてもう少し音程感調整したいなんていうか、これを下げてしまうとですね。このような形になります。あとはディケイでですね。2つ使ってますね。いろいろなバリエーションを試すことが。ちょっとこれアタック感強調されててかっこいいですね。このようにキックが決まったらもう少しちょっと飾り付けをしてみましょう。まずいつものですね、ローパスフィルターを使って高音を削って低音を通すというものですね。このような形となります。ちょっと歪みを入れてみましょうか。ハードクリッパーなんかを使用してドライブを高めにしてですね、あとは聞き具合を調整。これ上げていくとですね、結構ハードコアな。このような音に変えることもできると。あとはですね、こう聞きながら。かなりいい感じですね。で、今回のやはりポイントはこの1番2番のですね、組み合わせたこうディケイ。ここでですね、音色具合を調整していくといったところにありますかね。これを参考にしていただき、かっこいいキックの音色を作ってください。それでは今回はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。